それではプログラムナンバー4番デカパンデサッカーの競技説明の方をさせていただきます。はい、まずは入場門で保護者の方が右側、子供が左側に並んで手をつないで入場してきます。で、一番先頭の方がスタートラインに立ってで、デカパンを履いてもらいます。白組さんは白いデカパンを履いてもらって、赤組さんはこの赤いデカパンを履いてもらいます。はい、で保護者の方は並んでる通り右側で、お子さんが左側の位置でデカパンを履きます。で、サッカーなのでボールはこちらになりますね。2つあるので保護者と子供、お子さん1人ずつ蹴ることもできます。では実際にやってみたいと思います。よーい、ドン。実際蹴ってってゴールを目指していきます。はい、でゴールができたので、ゴールができたら保護者の方がボールを拾って次の方に回していきたいと思います。この時に次の方にいかに早くボールとデカパンを渡せるかが鍵となっています。はい、お家でお子さんと一緒にいかに早くバトンを渡せるか作戦会議を行ってください。そしてデカパンのリレーが終わったら一番後ろに最後尾に並んでもらって待っていてください。はい、で競技が終わりましたら保護者の方